完璧ですよね。完全勝利なんで、もうさっきの、記者会見も見てたんですけど、みんな目キラキラしてるんですよね。スーツ着てるんですけど、僕には野球少年が、監督も含めてですけど、全員なんか目キラキラさせて喋ってるふうに思いました。で、ただ完璧に優勝したチームに勝った中日、どうなってんですかね。すごくないですか。村上選手がもう本当に決めてくれてて、すごい人だなと思いながら感動をもらいました。皆さんもすごかったんですけど、他の松山皆さんさんは。も。いやもう、僕、あんまり普段野球は見ない方なんですけども、初戦とか、決勝戦は見て、なんか、すごい感動しながら見てて、なんか、ちょうど、準決勝が、お仕事の合間にあったんですけど、なんか、仕事入る前に、事務所の方々が、やばいやばいみたいになってて、3対0かな、その時負けてる時で、で、そこから仕事始めなきゃいけなくて、なんか、周りずっとざわざわしてるまま、お仕事したっていう思い出もあったり、本当になんか日本中の人をなんか勇気づけてくれた大会だったなと思います。本当に私はもう全試合見てます。やっぱりはい、どうでした。最高です。はい、今岡本的に言ったんですけど、最高です。はい やっぱり泣いちゃった口ですか。泣いちゃいましたね。はい、もうなんか全試合泣ける場面がありましたね。はい、加藤さんどうでした。私もほぼほぼ全部リアルタイムで見てて、昨日の決勝の優勝が決まった時、電車の中にいたんですけど、こう一人で携帯で見てて、よしって言っちゃいました、思わず。もうそれぐらい本当に感動しました。中澤さんは？あ、そうですね、やっぱりこう私も昨日見てまして、最後の大谷選手が投げる前の顔のアップの、なんかこう人が集中してる顔ってすごく美しいというか、もうそれが焼き付いてます、その目力というか。はい、そう感です動しか。ました。いやー、怖くて見れないんですよね。だからなんかテレビつけてるんだけど、なんかね、セレモニーまでは見てられるんですよ。それで第1球みたいなところからね、ちょっとなんかね、他行ったりとかしてね。でも、一生懸命ね、こんなことじゃいけないなと思って勇気を振るって見てました。だけど、なんかね、いなくなった時にスリーランが入ったりね。それで、ただ一番最後は見ました。大谷、何ですか、向こうの強打者のあれと、いやー、本当にこんなことが起こるんだなと、感動しました。ですね。